マシュー・ホールの演技が始まりました。ロジャー・ウィリアムスの曲に乗っての演技です。ご覧のように144センチで 44.5 キロという大変小柄な少年です。まだ16歳。黒いユニフォームが氷によく映えます。トリプルチャーリーダブルループのコンビネーションです。決まりました。あらかじめ定められた7つの要素を盛り込んでいます。なかなか軽快なステップ。キャメルいかがですか？そうですね、なかなか回転もあっていいと思います。足を変えました。円形のキャメルスピンですね。はい、大きいミスらしいミスはありません。そうですね、はい、コンビネーションスピンですね。なかなか綺麗なフィニッシュを見せました。拍手が起こります。マシュー・ホール、非常に楽しそうに演技をしましたね。そうですね、演技力も豊かでしたし、はい、非常に楽しいスケートでしたね。スケートを始めてまだ8年というマシュー・ホールです。昨日の規定問題は7位の成績でした。まあ、満足のいった演技だったんでしょう。非常に軽快な動きです。はい、これが3回転ジャンプですね。はい、でここから2回転のジャンプになります。コンビネーションジャンプですね。要素の一つコンビネーションジャンプをこなしました。普段は切手の収集ですとか、あるいはダンスが非常に楽しみであるというマシュー・ホール。息がだいぶ弾んでます。もうこれ一つの演技が終わると汗びっしょりになるそうですね。そうですね、まもなく、はい、かなりの体力をこれ使いますので、エレメンツとプレゼンテーションの得点が出ます。エレメンツと言いますのはジャンプやスピンが正確に行われたかどうかを判断する得点です。それからプレゼンテーションと言いますのは音楽に合った調和の取れた構成で独創性があったかどうかなどを見ます。ほとんどミスらしいミスもなく演技を行いました。ショートプログラム。5.0 が出ましたね。そうですね、ユーゴスラビアの審判が 5.0 という高い得点を出しました。これまでの選手の中では初めて5点という得点がつきました。先ほどのトリプルですね。そうですね、完全に回ってますね。はい、これがループジャンプで課題の一つです。さあ今度はプレゼンテーションの得点です。